はちょっとマッチョが好きじゃん。でもこれでは見えんけどな。え、これ？ねねねねね、一緒。嘘。ね、待って、めっちゃ人気今のところ。え、本当みんなこれ？てか私もこれ。まあ結構私好きかも。雰囲気でしょ。そう。なんかちょっとエロそうじゃない？かね、これ。え、すごい。私もこれ。あ、マジ？那今天的影片的主题呢，就是日本女生眼中的台湾男生是谁的一支影片。那我这次回日本之前呢，我就有做了一个图。这里面呢有总共有十位台湾就有名的台湾男神，包含演员呐、歌手还有 YouTuber 也在里面。给大家看我的朋友的回答之前呢，我自己也想呵呵回答一下。首先，左上角的开始，是许光汉嘛，然后旁边这位呢，大家不要怀疑自己的眼睛，没错，他就是我的老公阿格力。我想说，因为有可能我的朋友也喜欢这种类型的男生，所以我就给他一个面子，把他也放了进去。接下来呢是周星泽、蛇丸、周杰伦、吴康仁、陈柏霖、邱泽、伍佰、春风，这十位都是很标准的那种帅哥，我觉得很无聊，我想放一点台湾的特色放进去，所以就选了这十位。那我自己回答呢，就我有两位，一位呢是吴康仁，然后另外一位呢是邱泽。那我觉得我结婚之后，就是超过一个年龄之后呢，我就偏喜欢那种看起来比较成熟啊，就是有男性的那种魅力的，不是那种小奶狗嘛，小奶狗的那种男生。是这两位的话，我还是会选邱泽吧，因为我看了很多他的电影啊作品，演的都很好，然后我都蛮喜欢他演的每一个角色的。但我这样选，大家会不会觉得我为什么不选阿格力，他好可怜。但我觉得呢，说实话，女生的理想和现实是完全不一样的。而我觉得老公就是他的外表和内涵是要加起来综合去判断的，所以他应该也知道他在我心目中就是超级理想然后最棒棒的老公哦。你有在看吗？好，那大家就继续收看这支影片吧。どうも始まりました。皆さん覚えてるでしょ。一年で一年ぶりで、ちょっと語りましょう。何語る？私これ作ってきたの。見て、アンケートを取るんですよ。何？アンケート？気づいとった？気づいとった？気づいた。はい、全部で10人います。10人いて、ね、これいるじゃん、ちゃんと。え、いる？いるじゃん。誰？アグリンか。この10人は全部その台湾のめっちゃ有名な。あ、有名な人なの？そう、みんな有名な人、俳優とか歌手とか。あと YouTuber もいる。で、この10人の中で、まあまあタイプは誰？え、1人？ 1人選んでほしいなっていう。見た目だけ。そうだね。だってもうこの画像だけ。難しい。え、ちょっと待って、予想します。リサのタイプは、わかるでしょ？わかる。ちょっと待ってね。予想はこれ。あ、はいはいはい。これね、シュゴンハンね。これシュゴンハンって言うんだよ。俳優？俳優、この人俳優。決まった？うん。3、2、1。ね、待って、めっちゃ人気今のところ。え、本当みんなこれ？てか私もこれ。あれ、あ、張泽っていう人なんだけど、俳優さんで、かっこいい。かっこいいよね。かっこいい。なんかあのこの何、顔の形、なんていうの、顔バランス、なんか大人の、わかる、色気、なんか色気、わかる、なんかセクシーな感じ。リサ、シュゴンハン選ぶかと思った。でも私、昔の私だったら多分でしょ、この子、人でしょ。まずこれはあのアグリ。アグリ、私もアグリ好きだよ。好きだよ、アグリ。好き？好きだよ。アグリはなんかメガネフィッチだったら絶対俺選ぶじゃんとか言ってて。ということで、リサの調査はこんな感じでした。でした。こんにちは、ミクです。ココです。ココです。なんか一人知ってる人いるんだけど。誰ですか？なんか知ってる人いるんだけど。どうですか、この方。優しそうで。え、二人いるな。え、二人いる？
フはちょっとマッチョが好きじゃん。でも見えんけどな。あ、ご飯来ました。予想します。これとこれ。え、これねえ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 、一緒。嘘。一緒。こっちかこっちで迷ったけど。あ、この二人でしょ、うん、違う、ミクはあれ顔がちょっと、なんだろう、ちょっと濃いってか、なんかちょっと男らしい顔が好きでしょ。だからこれは絶対入ってるかなと思ったの、うんうん、でめっちゃ迷った。まさこのこれちょっと塩顔じゃない、ちょっと綺麗な感じ。あのこのメガネの方はどうですか。優しそうでかっこいいですね。あ、らしいです。あ、アグリさん見てる。これは私 の旦那さんです。ということですね、はい、調査、調査でした。フィソンです。はじめまして、フィソンです。10人の中でフィソンが一番タイプな人を選んでくださいっていうね。待ってね。まあ違うじゃん。あ、これシュワン、この人は YouTuber、 なんか大食いとかやってる。あ、ぽいぽいぽい。違うでしょ。あとこの二人も違うでしょ。でもこの人たちもバンド、まあ、歌手なの。そうなんだ。最初予想するね、フィソンは。でもさ、フィソン分かりづらいな。一人旦那おるやん。気づきました。もちろんもちろん。そうそう、いるんですよ。別に選んでもいいんですよ。いい写真だね。いい写真だ。優しい。え、フィソンはこの人じゃない、あれ、ちょーなんとか歌手の。韓国の人っぽいけど違う、もっとね、可愛いのが好きだから。あ、そっか。でもフィソンは韓国系が好きだもんね。人へのそうね。はい、え、あ、選んでください。え、決まった。彼氏にするの旦那にするの。どっち。待って、まあ普通にかっこいい、一番かっこいい。迷ってんの今2人で。誰。もう迷ってるけど、めっちゃ意外。下とかめっちゃ意外。でも良さそう。でもこの方はもう知ってるんだよね。そう、シュガーハンは人気だね。そう、知ってて有名、かっこいいんだけど、この人が結構私好きかも。雰囲気でしょ。そう、なんかちょっとエロそうじゃない。セクシーじゃない。そうそうそう、セクシーな、あのイケオジって感じ。わかる。多分そう、結構年40いってるかな。え、じゃあ、え、こっちにした。そうだね。あ、ヒソンはあの、なんだっけこの人、名前忘れちゃった。ダメじゃん。ヒソン、選びました。選んでください。イケメンを。イケメンっていうかさ、タイプを。え、ちにして。あれ、待って、いるじゃん。いるんだよ、いるんだよ。気づかなかった。気づかなかった。馴染んでた。一人。これ何。あと理由と、あとエータも選んでいいよ。どの人がかっこいいと思う？これ。どれ？どれ？いっぱい。アグリ選んだらすごい。マッチョどれ？めっちゃマッチョがいい。マッチョ。そう、わかんないな。これ顔だけだから。顔で勝負なの。これじゃん。これ？すごい。が好きなの？まあ、これ歌手っていうか歌手なんだけど、ラッパ？そうそう、そんな感じ。あ、そんな感じ。でも超有名だよ。へー。金これ。え、すごい。私もこれ。あ、マジ？で、他あとリサとさ、あと2人、ほぼこれ。いや、だってそれしか。イケメンじゃない？うん。でした。でした。